はい、皆さんどうもこんにちは、ワッフルです。今回は観葉室の作り方についてやっていきます。最近ですね、結構急に気温がぐっと下がったりして、でもね、ちょっと寒さを感じるようになってきたっていうことで、クワガタカブトを飼育している方でね、こういうね観葉室を作ろうかどうか考えている方多いと思うので、ぜひね参考にしてみてください。でまず最初に、使用する道具なんかについて、説明していきます。今回の動画はこのような流れになっています。はい、ということで、まずね使用する道具について紹介するんですけど、で今回紹介する道具については、概要欄にリンク貼ってありますので、気になる方は見てみてください。 1,2,3,4 つですね。今回ワッフが作る観葉室っていうのは、去年とかね一昨年も動画で作ったものと全く同じものなので、そちらの動画もね、よければ見てみてください。で、この観葉室はですね、どういう仕組みかって言いますと、中の発泡スチロールのですね、中の温度を一定の温度に保つようにというふうにね、作るものになります。で、まずこれがパネルヒーターって言われているもので、これでですね、温度の上昇とか、はい、そういうのを行います。ここで強さを回転式でできるようになっていますね。これがないと、観葉室そもそも作れませんっていうことですね。で、こちらですね。これもかなり重要で、ある一定温度、ここにですね、温度のダイヤルがあって、大体この場合22度というふうに設定されているんですけども、その温度帯をですね、発泡スチロールの中の気温が切ってしまった場合、自動で電源をつけてですね、ヒーターの、温めてくれて、で、その温度帯22度付近になったら自動で切れるっていうのを繰り返し行ってくれる装置になります。これサーモスタットって言いますね。これもめちゃめちゃ重要です。で、次にこれなんですけども、これ温度計ですね。これはあった方が便利なので、ワフは使っています。これは、外部温度と、あとここ先端にですね、このように、気温が測れるセンサーがついていて、これをこの発泡スチロールの中に入れて、この部分はですね外に出して、ああ今箱の中が何度なんだなっていうのが分かるようになっています。でこれが発泡スチロールの箱ですね。かなりでかくて、野菜保存箱って言われてるね発泡スチロールの箱になるんですけど、これをだいぶ前に買いましたね。でだいぶもうボロボロなんですけど、強度には全く問題ないんで、一個買えばね、多分、数十年使えると思うんですよね。だいたいこれ2500円ぐらいでした。で、このサーモスタットと電気ストーブのちょっとつながりがよくわからないという方多いと思うので、そこを解説していきます。で、サーモスタットじゃないや、電気ストーブですね、これ。これコンセントがついていて、これに直接普通にコンセントをつなげば、つないでこうね、ダイヤルをひねれば、その温度にずーっと熱を出し続けるっていう代物なんですけども、それだとね発泡スチロールの中が熱くなりすぎてしまうっていうので、こいつの出番なんですね。先ほど紹介したサーモスタットが必要になってきます。これはですね、3本足になっていて、1本はですねこれですね、これが温度を感知するセンサー部分、これを発泡スチロールの箱の中に入れて、大体どのくらいの温度に維持するかっていうのを、検出する部分になります。あともう一個は、これですね、コンセントにつなぐ部分ですね。で、ここが重要なんですけども、こういう風になっていて、サーモスタットのこの部分と、電気ストーブの、電気ヒーターですね。ここでつなぐと。こういう感じでね。で、そしたらですね、サーモスタットのここですね、ここをコンセントにつなぐという、そういう風な使い方でやってもらえれば大丈夫です。はい、でそしたら電気ヒーターをですね、実際に入れていくんですけど、そこに引いて、木の格子状のものを入れて、その上に、幼虫なり成虫なり乗っけて管理するっていう方もね、結構いらっしゃるんですけども、ワフはですね、もうずっと前から、ってことはやらずに、壁に立て、
壁に立てかける方式でやってますね、こういう感じで。これで問題ないのかって言われると全く問題ないんですよね。はい、これでやっていて、これですね、これもここのなるべく、これポイントなんですけど、このサーモスタットのですね、気温部分を感知するセンサーをなるべくこうセンサーっていうかこの電気ストーブに近づけすぎずに割と離したところで置いてあげるのがポイントです。これ近くに置きすぎてしまうと、この近くの部分っていうのはすぐ熱せられてしまうので、あ、もう十分この箱の中の温度が上がりきったなと、そういうふうにねセンサーが感知してしまって、すぐ電源が切れるようになってしまうので、それだとね空間全体を温められないっていうことで、空間全体を温めたい場合は離しておくということが必要になります。それではですね、実際にまあ幼虫入っているボトルとかを、まあ、試しに入れていきたいと思います。あ、でこれレックスゾウカブトの幼虫なんですけど、やっとねサナギになってくれましたね。サナギじゃないや、幼室を作ってくれてます。いや長かったですね、結構3年以上か。それでこんな感じでですね、まあ、どんどん入れていくと。で結構この容器容量大きいっていう話をさっきしたんですけど、いろんなね容器サイズ入るので、結構使い勝手はいい方だと思いますね。ここでちょっとケチって小さい容器とかを買ってしまうと、うわ意外と入らないかとかっていうのが結構ね起こって、ワッフも最終的にたどり着いたのがこいつなんで、うん、最初からやっぱねでかい方買っちゃった方が良かったなっていうのはね、ちょっと後悔しているポイントでもありますね。はい、とりあえずですね入れてみました。まあ、全然まだ余裕はあるんですけど、こういう感じでね、これ3200の禁止ボトルになるんで、だいたいサイズ感が伝わったかなというふうに思います。でこの電気ストーブについてなんですけども、結構サイズがいろいろありまして、この半分のサイズのものとかも結構あるんですね。そちらでも全然問題ないと思います。ただ、まあ、ちょっと温まるのに時間がかかるとは思うんですけど、蓋を閉じちゃえばねそんなに関係ないだろうということで、はい、はい、でこれがですね、ケースの蓋になるんですけども、蓋の部分でちょっとくぼみがついてるのが分かると思います。これが結構役立つんですよね。どういう風に役立つかって言いますと、あ、これですね、発泡スチロールケースの一番上の層になるんですけど、ちょっと出っ張ってるんですよね、容器が。多少出っ張っててもね、蓋がついてるケースだとちゃんと閉まるっていう、はい、で密閉性も上がるので、保湿っていうか、保湿じゃねえや、保温ですね、すごい優れてますね。でよくですねこういう系の動画を上げると、密閉されちゃって空気は大丈夫なんですかというね声をいただくんですけども、この飼育ケースの場合はですね、こういう感じで開けますとへこんでいて、ここもへこんでるんですよね。でちょうど通気口になるようになっています。で反対側も同じようになっているん で通気はですね全く問題ないんですね。はい、なので、まあ、こういう感じで温度計を入れてですね蓋をしますと。でその上に、まあ、こういうね温度計を置いて、インアウトって今なってるんですけど、確か下がこの先っちょ先端の部分の温度になります。でここの部分を見て、あ、今温度低い高いっていうのを、まあ、こういうね箱の上で見ることができるっていうので、いちいち開けたり閉めたりしなくていいっていうので、まあ、幼虫成虫にもストレスは少なめになるかなというふうに考えています。で実際ちょっとね、ヒーターをつけてみてどういう感じで上がっているかっていうのを実践していきます。はい、でこのヒーターのですね強さとか弱さっていうのは、僕は一番最も強い状態にして入れております。そっちの方がね早く温度が上がったりしてくれるので、すごいね適応性っていうのはいいかなというふうに思います。はい、それじゃあですね実際に温度を上げていきたいと思います。今コンセントに差し込んで、これが今の温度ですね。で上げるとこのようにねヒーターがつくようになっています。あれ、ちなみにこの発泡スチロールの中にはもう幼虫たちはいないので避難させました。なので空っぽな状態ですね。は
はい、でこの状態でちょっとね見ていきます。ちょっとね時間かかると思いますけど、まあでもだんだん上がっていってますね。うん、すいません間違えてました、上でしたね。で 25.3 度、だん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 上がっていっています。はい、でだん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 上がっていっているので、もうそろそろねヒーターは切れると思うんですけど、まあ、ちょっと様子を見ていきます。はい、こういう感じで温度が上がると消えるっていう風な仕組みになっています。結構時間経ってるんですけど、ずっと維持してますね。温性は結構高いです。うん、で結構まだほんのりあったかいですね。うん、はい、というわけで今回は観葉室について説明してみました。今日紹介した道具なんかは概要欄にリンク貼ってありますので、気になる方は見てみてください。はい、今回はこの辺で動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。